河合忍。イエーイ。大好き。彼女ね、すごい本も出してるんですよ。本？嘘。怪文書だった。怪文の本を出したんですけど。ね。怪文というのは上から読んでも下から読んでも。トマト。みたいなのね、いっぱい運動とかで。そうね、いっぱい考えて絵を描いて出して。そうなの、すごい面白い。ありがとう。本当に第2弾やってったらあんな大変なこともうできないって言ってるね。そうなんだね。そうだそうだ。イラストとかもね、すごく上手なんです。で、彼女と一緒に、スーパージャンキーモンキーっていうバンドをやってた。まだやってるんですけど、ドラムの増田智とつつです。つつさん、すごいでしょ、グループいいでしょ。で、僕アメリカに、学校がアメリカに、学校があるんですけど、ミュージシャンズインスティテュートっていう、そこの、サマープログラムみたいなのがあって、そこで教える機会がちょっとあったんですよ。そんで、それはギターだけじゃなくて、ギター、ベース、ドラムみんないたんですけど、で、アンサンブルをやるみたいなクラスだったんですけど、そしたら日本人の女の子が突然そこに座ってるんですよ。なんか叩き刺さる。それが彼女だった。で、お前日本人だろ。やれよって。やったら、すごいグループが良くて、英語全然喋れなくて、本当。それで僕の友達のドラマーの先生が、いいじゃん。見て、やらせればいいじゃん。見て。ね。それで、日本に帰るっていう。ことになって、でそしたらちょうどこの僕の友達がギターやってるんですけど、そのジャンキーのね、そこでドラマを探してると。でその時はジャンキーモンキーっていう名前じゃなかったんだけど、名前がなかったなかったんだよね、うん、で無理やりオーディションに行って、なんつったんだっけな、さ松田聖子ですとか言ったらしいんですよ。松田聖子ですかなと思ったら受けなかったとか、まあ、受け止めるね、私たちもこう対応されなかったみんな若かったそれで、まあ、何かして、そのこの間 Z のドラムのオーディションがあったじゃないですか、ね、それで作品じゃないのと思ってやればって、ね、応募書でも出せばって言ったら、うちのドラマ人見知りするけんとか言って、ね、やらない。そんな松田智子さん。おやおや。まあ我らが写真人ね、いつも本当にお世話になってますね。素晴らしい。あそこだよ。ね、もう12年ぐらいだった。ボスのとこで出会って5年、5年だよね、いろいろあったけどね